こんにちは。今回はガラスビーツを編んでスクエアのピアスを作りました。では材料と作り方の様子をご覧ください。では作っていきます。ガラスビーツを編んでひし形を作ります。これでガラスビーズを16個編み終わりました。丸小ビーズと丸大ビーズで丸カンを通す部分を作っていきます。これで全てのビーズを編み終わりました。テクスを折り返して先端のガラスビーズでテクスを交差します。編んできたビーズにテグスを通して形を整えます。もう片方のテグスも同様に編んできたビーズに通していき形を整えます。モチーフの一番下のガラスビーズでテグスが交差しています。さらにビーズにテグスを通してテグス同士を揃えます。テグスが揃ったら2回結びます。テグスをそれぞれ結び目の隣のビーズから入れてビーズ5、6個に通してテグスを出します。
テグスをよく引き締めてカットします。これでスクエアのピアスパーツが完成しました。もう一つ同様に作ります。作ったパーツをピアスにしていきます。丸カンを開いて丸大ビーズとピアスフックを取り付けて丸カンを閉じます。丸カンのつなぎ目を丸大ビーズに隠します。これでピアスが完成しました。もう一つも同様に作ります。これでスクエアのピアスが完成しました。ご覧いただきありがとうございました。